このスバ。しゃあ、どんどんかかってこいや。戻るまでに最高記録更新してやる。本当にうまいんだな。格ゲーと言ったか。これで10人抜きだぞ。誰にでも取り柄はあるものだしね。クエストでもこの強さを発揮してほしいものだけど。カズマカズマ、時間がないのです。ゲームはもういいでしょう。他の場所に行きますよ。わがまま言うな、めぐみ。皆さん、聞こえますか？大丈夫ですか？起きてください。お邪魔します。え？みんなが倒れて。ウィズさん、何をしたんですか？いえ、私は何も。これはその、ということで、おそらく皆さんで同じ夢を見ていると思うのですが。この魔道具を使えばみんなで一緒に。楽しそう。私も使ってみたいです。え？ですが。いえ、わかりました。私も使ってみます。これを使えばカズマさんたちに接触できるかもしれません。皆さんがどうなってるか気になりますし、試してみましょう。待っててください。もうじき転送が始まります。この機会を逃すと永遠にこの世界をさまよい続け、人間たちは理解できずに憎しみ合い、そしてFU-1にさせるような音声流しやがって。なかなか面白い経験ができました。次は米子も連れてきてあげたいものです。こっちでしか飲めないものもあるし、また来ないと。名残惜しい気もするが、水も心配してるだろうしな。早く戻って安心させてやろう。では転送開始しま。エラーが発生しました。え？ここは？って、何この服？それにあれは動き回る鋼のモンスター？あ、カズマさん、ようやく会えました。
ウィズにユーユーまで？なんでお前らがここに？2名のログインが確認されたので、転送は中止。リセットされ、新たなミッションが追加されました。リセット？なんとタイミングの悪い！これまでの苦労が水の泡です！何よその言い方。辛い目に遭ってるかもしれないと思って様子を見に来てあげたのに。まあまあ、まずはカズマさんたちの無事が確認できてよかったです。ですがこれは。新たなミッションを受け取ってください。神代から続く歴史と流行の衣が交わる混沌の地にて雲をつかめですって。はあ、またこの中二病みたいなヒントを解かないといけないのか。制限時間は10時間。解くべき暗号は1つ。それではスタートです。ま、せっかくだからさっさとクリアして二人にこの世界を楽しんでもらうのも悪くないか。どこに行けば。見てください、面白そうなお店がたくさん。クリアした後にしろって全然聞いてないな。まあまあいいじゃない、10時間もあるんだから楽勝でしょ。そうだな、ミズたちを案内しながら暗号を解いていこう。神代から続く歴史と流行の衣が交わる混沌の地にて雲をつかめか。何のあてもなく歩き回るのもな。俺そこのファミレスで考えてるから何かあったら。お金を貸してください。あっちのジャンクショップとやらに面白そうなものが。いや、こっちで買い物しても持って帰れないし。だとしても分解したりして構造を理解できれば戻ってから再現できるかもしれません。お願いします。妙なものを仕入れる癖がここでも。はい、どうぞ。ありがとうございます。この世界は魅力的なものが多いですね。別の街でも買い物してみたいです。まったく
く、あんないかがわしそうなところに行くなんて、私が後をつけてなかったらどうなってたことか。だって仕方ないじゃない。出会いカフェなんて聞いたらきっと素敵なお友達と出会える場所だと思うでしょ。そもそもカズマが言うにはこの世界の人間は作り物なのです。そんなのと友達になってどうするつもりなのですか。目に見えて反応してくれるならお友達として十分じゃない。ねえ、それよりお寿司食べに行きましょうよ。あっちの世界に戻ったら食べられなくなるし。お寿司とはどんな食べ物なのだ。まさか牙を剥いて襲いかかってくるような。なあ、もうお前ら少しはおとなしくしろ。俺はじっくり暗号を解きたいんだよ。たく、あいつらが周りで騒いでたら解けるもんも解けねえ。早いとこファミレスに。ってなんだ、急に暗くなったけど。ご主人様、お仕置きのお時間です。お仕置き。カズマ、メイドカフェからなんか出てきたわ。はあ、敵は本来謎解きが終わってから出てくるんじゃないのか。エラー発生、エラー発生。登場タイミングミスです。速やかに敵を討伐してください。めちゃくちゃだな。もう本当やだこの世界。センター伏せ、ハウス。このスバ